裸が見える。毎度。お、あら、おかえりやす。三番隊隊長さん、意外とお早いお帰りどすな。ああ、今日は顔見せ程度だった。それにしてもほんまに入隊してしまうなんてな。それも隊長やなんて。これで宿代は一安心だな。何言うてんの。給料もらう前に死んでまう人なんていくらでもいてはるんやで。きっちりお代をいただくまでは油断できまへん。相変わらず金に細けえ女だ。それはタイの羽織だ。明日から着ていく。ああ、アサギ色のあれやね。ほんなら丈直しといてあげるさかい。貸して。悪いな。気にせんといて。お代はちゃんといただきますさかい。お涼ちゃん。はーい。何ですか、おかみさん。この羽織、はじめさんが明日来てくから裾直しといてあげて。お涼ちゃん。いやどす。いやって、お涼ちゃん、なんで私が人斬りの袖なんか直さなあかんの。人斬りってはじめさんやないの。そんなん関係ない。はじめさんも結局ただの人斬りや。お涼、ちょっとお涼ちゃん、あかんかったか。あいつどうかしたのか。あの子な、父親が幕府の役人に切られとるんよ。そうなのか。親御さん勤皇派の活動家やったらしくてな。それで人斬りってものに敏感になってもうたみたい。まして好きな人が人斬りになるのは耐えられんかったみたいやな。好き？お涼が俺をか。いや、気づいてへんの？はあ、にっぷい男やね。お涼ちゃんも厄介なに惚れてもうたわ。あの子の様子見たらわかるやろ？いや、俺にはそうは思えないが。こりゃほんま難儀やな。お涼ちゃんを探してきておくれやす。泣かせた女を追いかけるんは男の役目どす。そう言っても一体どこに。鴨川とかちゃう。一人になりたい時は静かに川でも眺めたくなるもんやろ。鴨川か。まあ行ってみる。
よし。来た。よし。
しゃ。
よし。いまいちだ。なんやあれ。おい。ん？ええ。え？
人生終わりたない。会いたいやつがおんのやろ。
なあ、あ、くそ。金持てへんか。なんでやねん、ゲジ。なかなかうまくいかへん。なんとかなったのか。なんや、あれ。あ、待てや、そこの。あんたはこのクヌケや。用はついてない。シュッと、トル、ウヘア、ヘイ。負けたのか。
か。そうだよ。え？そうだよ。おい。
捕まるわけに。捕まるわけに。
のあんた。面倒はこんだ。シュッ、トゥー、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 シュッ、クソ、シュッ、シュッ、トゥー、Yeah!
Yeah!
遠くからなんか来てや。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。おお、うまい。ありがとうございました。こっちやで。飲まないな、どこまで。お客さん、こんなんありますよ。